ヨーハンベルク・グズムンドソンはアイスランドレイキャビーク出身の同国代表のサッカー選手バーンディー FC 所属少年時代のグズムンドソンはカウンターストライクというビデオゲームのエキスパートでアイスランドの最も有名な e スポーツ大会に参加するほどだった当時のグズムンドソンは人気の10代ロックバンドの一員でもあったブレイザブリク U ブックでキャリアを開始したが すぐに、イングランドへ移籍。ロンドンのインターナショナルスクールに通いながら、チェルシー FC とフラム FC のユースチームでプレーした。2008年にアイスランドへ戻り、再びブレーザーブリックでプレーした。2008年9月30日に、ブンデスリーガのハンブルガー SV が獲得オファーを出したが、契約はしなかった。11月28日には、 イングランド2部のコベントリーシティ FC のトライアルに参加していることが報告された。2009年1月28日、ブレイザブリクはエールディビジの AG アルクマールと5年契約を結ぶことに合意したと発表した。AG では攻撃の核として活躍。2013から14シーズン限りで対談するまで通算25得点を挙げている。2014年7月、 チャールトンアスレティック FC へ2年契約で完全一席。11月までは負傷が3つも重なり離脱していたものの、復帰後はカーディフシティ FC 戦でに素晴らしいゴールを決めるなど攻撃を牽引。シーズン終了後にはチームの年間最優秀チームにノミネートされた。2015から16シーズンは4年分契約を延長し、昨シーズン同様の働きを見せるもチームが、 フットボールリーグ1に降格。グズムンドソンはフットボールリーグチャンピオンシップ内でトップのアシスト数を記録していたが、チャールトンの降格を救うことはできなかった。2016年7月19日、バーンリー FC と3年契約を結んだ。2008年に U-21 代表として初めてプレイすると、同年の8月にはアゼルバイジャン代表との親善試合で、 初キャップを記録した。2012年11月14日のアンドラとの親善試合で代表初得点を記録。2013年9月6日のワールドカップ予選、スイス戦でハットトリックを達成した。ブリシブレックヘファーサムシークトティルボースハンバーグヨハン、ベルク、ハットシティルックオーバーシーズフォーウィンガーアーカイブド2008年12月1日、アットザウェイバックマシン。 アイスランドウィンガーヨハン・ベルク・グッドマンソン・サインズ2イヤー,アーディールチャールトン・アスレチック FC 2014年9月5日閲覧ありがとうございます